私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。最近新しく引っ越してきた鈴音さんってママ友がいるんだけど、この人距離感がおかしいというか、私にベタベタとくっついてくるんだ。最初はそういう人なのかと思ってたんだけど、どうも私にだけ媚びを売っているみたい。これは何か裏があるなと思っていた。そんな矢先、なるみさんの機嫌取るのマジでめんどくさい。あの人本気で自分が好かれているとでも思ってんのかな。引っ越してきたばかりだから、いろいろ教えてくださいって言ったら簡単に心開いた。多分送る相手間違えてるよ。え、なるみさん。なるみだけど何か文句ある？引っ越してきたばかりでやたら私にベタベタしてくると思ったら、やっぱりそんなことね。何言ってるの？今日はエイプリルフールだからドッキリみたいな。へえ、知らなかった。今のエイプリルフールって11月なんだ。そうなんだよ、新しくなったの知らなかったの？なるみさん、おっちょこちょいなところあるね。そんなことより引っ越してきたばかりで心配だから、みんなのこといろいろ教えて。安いスーパーとか、誰々さんは怒らせない方がいいとか。私、なるみさんのことすごく頼りにしてるから。それは1ヶ月前にも聞いてきたよね。本当になるみさんって頼りになるお姉さんって感じで、ここに引っ越してきてよかったなーって心の底から思ったの。そのぶりっ子もうやめなよ。え？全部演技だったんでしょ。私のこと何とも思ってないくせに。一番最初に言ってたことが本心だもんね。違うよ、あれはドッキリだって言ったじゃん。一応調べたけど、エイプリルフールはやっぱり変わってない。11月なんて情報はないね。はにゃ、私の勘違いだったのかな。確かにネット記事で読んだんだけど、やたらと私にベタベタするからおかしいと思ってたんだ。なんで？なるみさんはみんなに好かれるでしょ。私、思ったことはすぐに言うようにしてるから、初対面の人にあんまり好かれない。話しかけやすい人ではないと思う。確かにクールなお姉さんって感じだったよ。だけどそれがすごく私には刺さって。もういいって。あなたが裏で何を企んでるのか知ってるから。何も企んでないよ。私と仲良くなってタダで食事にありつきたいとか言ってたくせに。え、高級タワーマンションに住んでるんだから、仲良くなったら何でもくれるはず。もしかしたら家にお呼ばれして、そのまま一緒に住むのもあるかもだっけ。それ誰から聞いたの？それは別に今関係ないでしょ。私の前ではなるみさんなるみさんなんて言ってるけど、裏ではマジめんどくせえ。疲れるために媚び売るのも面倒だな。けど今後のことを考えたらこれが一番楽とか言って。だから誤解だって。私の言うことを信じて。どこの馬の骨とも知らない奴が言ったようなことなんて信じないで。残念ながらこの噂は確かな筋からもらった。あなたなんかよりも信じられる一番の友達からね。はあ、うっざ、出た本性。何のためにこの1ヶ月私が我慢したと思ってんの。そうよ、あんたと喋るのめんどくさいよ。あれだよね、学校とか会社にいるサバサバ系上司。一見嫌われやすそうに見えて、仲良くなるとよく見てくれてる先輩、憧れる。厳しいことを言ってるのは自分のためだったって人に好かれるやつ。一人で何言ってるのよ。けど私って空気読むのが上手だから、すぐにわかる。誰に媚びを売れば一番得なのか。なるみさんがお金持ちだっていう情報はすぐに手に入れたし、気に入られて少しでも甘い汁をすすろうとしてたんだ。残念だよ。あなたがお金持ちってことを知らないふりして仲良くすれば簡単に心を開くと思ったのに。優しいは優しいけど、心の中で線引きされてるみたいな距離感。確かに人を見る目はあるみたいだね。あなたみたいなタイプは何か悪だくみしてる可能性があるから、心は許さない。マジうざい。私の1ヶ月返してくんない？時給で考えたら1ヶ月60万ってところかな。あなたが私に好かれたくて勝手にしたことでしょ。まあいいじゃん。これからは腹割って本当の友達になるってことで。本当の友達？私のことを金づるとしか思ってないような人と本当の友達だなんて笑わせないで。そんな怒らなくてもいいじゃん。なるみさんだって男と付き合う時は年収やルックス気にするでしょ。ママ友だって同じで、できるだけスペックが高い人がいいと思うだけ。私何か間違ってる？私は仲良くなるママさんの年収やルックスなんて気にしたことない。それはなるみさんが持ってる側の人間だから言えるだけ。私たちみたいな人間は
上の人間に媚び打ってなんぼ。ありえない。仲良くなったら私に旅行費用を払わせようとか言ってたみたいだし、あなたとは本当の友達になることはない。そんなたった1ヶ月で決めつけていいの？漫画でもよくあるじゃん、面白い女って展開。あいつだけは絶対に好きにならないとか言って最後は結ばれるやつ。漫画の読みすぎじゃない？現実世界はそんなに甘くない。まあいいや、とりあえずこっちが私の巣だから、とりあえず家に行っていい？は？猫かぶる必要ないならもうグイグイ行く。家に招待してよ。そして何か美味しいもの食べさせて。お金なくて困ってんだよね。旦那の仕事の関係で引っ越ししたはいいけど、家具とか買い替えちゃったからさ。私仲のいい友達以外は家に入れないようにしてるから。私ん？わたし仲良くない。そんな釣れないこと言わずに仲良くして。とりあえず今から家に行く。絶対に家には入れないから。あんたさ調子乗ってるよね。どこが？私が優しくしてるからって調子に乗るのもいい加減にして。私を怒らせたら怪我することになるよ。それって脅してるの？なるみさんがどう解釈するか知らないけど、私は事実を言っただけ。勝手に言ってれば。反省する気がないならどうなっても知らない。数日後、なるみさんのお子さん今日習い事だよね。土曜日も習い事なんてすごいね。娘がすごくハマってるからダンススクール、なるみさんと仲良くなりたくて私の娘も入れることにした。子供を出しに使ったところで仲良くはならない。今日私の娘も見学に行ってて迎えに行ってるんだ。よかったらなるみさんの娘も連れて帰ってくるよ。結構です、勝手なことしないで。なんで？あなたに頼んだらそのまま家の中に入ってきて金目のものを奪われそう。さすがにそんな大胆なことできないって。私バカじゃないからさ、そんなことしたら警察に捕まるじゃん。娘は私が迎えに行くから勝手に連れて帰らないで。今声かけてるんだよね、大花ちゃんだっけ。ちょっと勝手なことしないで。お母さんの車でしか帰りませんって可愛げがない子、誰に似ちゃったのかな。もう着いたから娘の送迎は結構。あっそ。30分後、なるみさん私言ったよね、私を怒らせたらどうなるか覚悟しろって。そんなふざけたこと言ってたね。私に優しくできないなるみさんなんかいらない。せっかく猫かぶって懐いたふりしてあげたのにさ。思い通りにならないからなるみさんのこと階段から突き飛ばします。えい、自分が落ちてやんのアホ。痛い。なんであんた避けるのよ、私が代わりに階段から落ちたじゃん。階段から落ちた後に LINE してくるなんて余裕があるんだね。通行人に見られて恥ずかしかったからすぐにその場を去った。多分骨とかは折れてないみたいだけど、擦り傷と打撲が。人を突き飛ばそうとして避けられて自分が落ちるなんて滑稽。あんたが避けるからいけないんだよ。突き飛ばされたら危ないからね。頭から落ちてたらどうするつもりだったわけ。その言葉そっくりそのままお返しする。私が大怪我してたらあなた責任取れるの？私以外の人が道連れになって落ちたら、打ちどころが悪かったら命を落とすことだってあるってちゃんと考えてんの？そんなの知らないわよ、あんたが言うこと聞かないから。私はいつも一番金づるになりそうな人や強い人に媚びを売ってきた。引っ越し先ですぐに失敗するなんて思わなかったんだもん。今まではそれでうまくいってたのに私に取り入ることができなかった。他の人にも自分の性格がバレると思って強行手段、悪手だね。大体あんたが黙って私に騙されてればよかったのに。いつもはみんな可愛いって私のことを可愛がってくれるのに。残念だったね、私には可愛い友達がもう2人いるの。その2人といるだけで毎日楽しいし、お世話をするのも忙しい。新しい友達を作ったりする余裕ない。むかつく。なるみさんに病院代請求するから、入院することになったらちゃんとお金払ってよね。何を言ってるんだか。そんなにお金払ってほしいなら旦那さんに相談する。なんで旦那が出てくるわけ。すぐ旦那出してきてうざいん。今回の話をして私が病院代を払うべきかどうか決めてもらおう。それはダメ。なんで？当事者だけじゃなくて第三者の意見をもらおう。それにあなたと仲がいい旦那さんなんだからあなたの方が有利でしょ。ダメたらダメ。幼稚すぎて話にならない。これ以上馬鹿げたことはやめて真面目に生きるんだね。上から目線で説教すんな。なんでなんでなんで。
なんで私が損しないといけないのよ。ユリとひまわりとスズネのライン。階段から落ちたと聞きましたが大丈夫ですか？結構な音がしたみたいですね。大丈夫だけど実は階段から落ちたんじゃなくて、なるみさんに突き飛ばされたの。私が可愛くてみんなに好かれてるからっていう理由で妬まれてたみたいで。やっぱり階段から落ちて頭がおかしくなっていますね。頭がおかしいのは最初からでしょ。ひまわりもたまにはいいこと言いますね。でしょ。私が最初言った大丈夫もう、お前生まれてこの方ずっと頭の中身大丈夫って意味なのね。私よりひどいこと思ってた。二人ともなんでそんな楽しそうに私のことをバカにするの。私、なるみさんに突き飛ばされたんだよ。私たちには無理ですよ、その汚い演技。演技なんてしてないよ。あなたの裏の顔はもう知っています。なるみさんを突き飛ばしたことも。は？知ってんの？だる。本当は知りませんが。違うんだよ、なるみさんが。すごい手のひら返しですね。私はかわいそうな被害者なのだ。本当は知ってますけど。おにょ、引っ越してきたばかりのあなたはまだ分かっていないのでしょうか。いいえ、人間観察が得意で人を見ることが得意なあなた、私たち二人がなるみさんと仲いいことはご存知ですよね。わかんない、私天然だから。誰と誰が仲いいとか。あなたの人を観察してる目はまるで獲物を狙う鷹のようです。ごまかしきれないですよ、ユリの目は。ユリは全ての食物連鎖の上に立つ神的存在なんですから。やっぱりね、侮れないと思ってたわ。だからあんたには喧嘩売らないようにしてた。ユリは怖い人ですから気をつけてください。あなたが全て裏で糸を引いてたんでしょ、この化け物。化け物だなんて人聞きが悪い。私はただなるみさんのことが好きなだけ。あんたみたいなニコニコして能天気なやつが裏で糸を引いてるのよ。ねえ、ひまわりさん。は？私ですか？漫画でもよくある、ニコニコしてて優しいポジションのやつが実は黒幕。人間観察をしながら私はその事実に気づい。自信満々に言ってるところ申し訳ないですけど大外れです。え？なるみさんのことが好きで、なるみさんを怒らせると手がつけられないのはユリですよ。ユリさん？手がつけられないほどではありませんが、私はなるみさんのためだったら何でもやります。なるみさんが痴漢から助けてくれなければ、私は痴漢男の腕を切り落としていた。あの日から私はなるみさんのために生きると決めたんです。自信満々に言ってましたけど、すごいミスリードです。え、はず。私のなるみさんによくもベタベタとしてくれましたね。1ヶ月もよく我慢した、偉いぞユリ。なるみさんに触れたその手、なるみさんにかかる吐息、何回あなたを八つ咲きにしようと思ったことか。そんなになるみさんのこと好きなの？はい、なるみさんに迷惑をかける人のことは肉骨粉にして魚の餌にしたいと常々思っています。この人何？漫画の読みすぎ？それとも映画の見すぎ？それともなんか女優さん？役に入りきってて戻れないタイプの人ですか？いや、これはユリという人間そのものです。何のまじれ気もないユリ 100% です。人を果物ジュースみたいに言わないでください。神様がユリを作る時の成分は愛情 10%、 サイコパスメンヘラ狂いを 60%、 私となるみさん家族への愛情 30% で作ってるはず。そんな風に言われるほどやばいの？病院に行った方がいいんじゃない？あなたにそんなこと言われたくありません。人を突き落とす犯罪者が。人を突き落とそうとしたということは、突き落とされる覚悟もできているんですよね。私はもう階段から落ちたから。なるみさんを階段から突き落とそうとしたんですよ。もちろん私が近くにいて、突き落とすタイミングをお伝えし、避けるようにコントロールしていました。なるみさんの近くを歩いていた人もエキストラで、万が一なるみさんが落ちることがあればすぐに支えられるようにも準備していた。だけどそういうことじゃない。なるみさんを危険にさらそうとして、お前が生きていることが許せない。怒らせちゃいけないのはゆりさんだったか。私、心を改めます。これからはなるみさんのために誠心誠意真心を込めて生活しますから、許してにゃん。火に油を注ぐようなことを。なるみさんのそばにあなたがいる必要はありません。私がいるのであなたは不要。ゴミの分際で調子に乗るな。え、なんかごめんなさい。けどやっぱり怒らせちゃいけない人をちゃんと見る目は持ってるみたいですね。
反抗しないところはまだ偉い。だってなんかこいつやばいもん。もう手遅れです。あなたどこから突き落としてほしいですか？公共の場や電車では絶対に突き落とさないから安心してください。そんなところで事故になったら人に迷惑かかるもんね。私の友達にマッドサイエンティストのエンさんという人がいます。その人が試したいことがあると連絡が来ました。その人水攻めに今ハマっているらしくて、ネットで調べたら出てくると思うのですが。うわ、息ができなくてきつそう。昔の人間と今の人間ではどれほど差が出るのか調べたいみたいです。なんかの冗談だよね。モニタリング的なドッキリ？嘘だって言ってよ。嘘じゃないです。ユリはナルミさん関係で嘘なんて言いませんから。私はちょっといたずらしただけだよ。人を突き飛ばすことがいたずらだとは言いません。心配しなくても、あなたが苦しんでいる様は近くで私がちゃんと見てあげます。ナルミさんに手を出したことを反省し、後悔しながら苦痛に歪むその顔をね。誰か助けて。大変だこりゃ。まあ人を階段から突き飛ばすような人はこっちの世界で生きてちゃダメか。ちゃんと反省しているなと思ったらお家に返してあげる予定なので。なんて私は優しいんでしょう。なるみさんからどうせ釘を刺されたんでしょう。なるみさんは優しすぎるんです。ゆりとなるみさんと私を足して3で割ったらちょうどいいかもね。あなたと足されるなんて願い下げです。まったくもうツンデレなんだから。はあ。その後、鈴音さんの怪我は軽い打撲と捻挫、切り傷で済んだみたい。一応大怪我しなさそうな場所を選んでたみたい。そんなこと考えるくらいなら別のことに頭を使えばいいのに。今回の騒動はママ友や旦那さんにも伝わり、鈴音さんは肩身が狭い思いするかと思いきや、怪我をしたそのすぐ後に姿が見えなくなった。まあ多分ユリが拉致したんだと思うんだけど、3週間後に彼女帰ってきて別人のようになってた。帰ってきてすぐ家に帰るでもなく私のところに来て、心を入れ替えました。もう絶対に迷惑をかけません。なのでなるみさん、私にはもう話しかけないでください。ちょっとでも嫉妬されたら怖いんです、って泣きながら帰っていった。ユリにやりすぎないようにって私が注意したことを彼女知ってて、私にはすごく感謝してたけど関わるのはもう嫌みたい。ユリはそれを見て満足そうだった。今は心を入れ替えて旦那さんや他のママさんの関係構築に励んでいる。ユリの施設に行けばこの世から悪人なんていなくなるんじゃないのかな。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャマルと暮らしている平凡な兼業主婦だよ。私は旅行が好きで、今回も15人で行く日帰り旅行に参加中。今回は仲良しのママさんが幹事をやっていて誘ってくれたんだ。でも現地に行ったらびっくり、違うママ友グループがいて、挙句便乗しようとしてきたんだよ。ねえちょっと、そっちの幹事気が利かないんじゃない？せっかく私がランチはいいお店があるって教えてあげたのに。そんな観光客向けの高い店なんか行かないよ。はっきり断ったでしょ。でも私は教えてあげたんだけど。やっぱり漢字慣れしていない人ってダメだよね。その点私はママ友旅行の漢字たくさんやってるから、うちの旦那にもよく褒められるんだ。うちの旦那ってイケメンだし優しいし最高なんだよね。ま、みんなの旦那さんとはレベルが違うんだわ。はいはい、漢字慣れてるならこっちに便乗しようとかしてこないでね。びっくりしたよ。美術館の時一緒に回ろうとしてきて、まあこっちは漢字のママさんが団体予約してくれてたけど、そういうところも気が利かないよね。普通予約してるならこっちも追加するべきじゃない？はあ、追加になったんでって言ってくれればいいだけでしょ。まったく、こんなに気の使えない人が幹事だなんてね。そっちのグループは大変だこと。ん？一人で何言ってるの？頭大丈夫？私はね、人に対する気遣いのことを話してるんだけど。まあ、あんな感じの旅行に参加する人だもんね。頭が悪くて理解できないのも仕方ないか。で、今日のホテルはどこにしたの？いいところなんでしょうね。そちらには茜さんっていう感じがいるでしょ。こっちのことは気にせずにごゆっくり。ちょっと待ちなさいよ。私が採点してあげるんだけど。はあ？採点？そう、
まあいいホテルだったらうちらも泊まってあげてもいいし、手続きはそっちに任せるから。いや、アホでしょ。は？まさかだけど、ホテルの予約取ってないの？そりゃまずいよ。なんでよ？今日近くで男性アイドルのコンサートやってるんだよね。だから今日泊まれるホテルなんてないよ。ネカフェですら予約でいっぱいって張り紙出てたし。はあ？そんなの聞いてないんだけど。私たちもたまたま部屋取れただけだよ。何それ男性アイドルって。どうせうちの旦那の方がイケメンだし。てか何よそれ、幹事の嫌がらせ？最低な幹事だね。そんな旅行に参加するあんたらも最低。だいたい幹事ママの何が気に食わないの？普通の人がどうやってアイドルのコンサート開くのよ。何言ってんだかマジで意味不明だわ。じゃああんたらの部屋貸しなさいよ。そう言われて貸すアフォーがいるわけないでしょ。みんなに言って早く帰るんだね。今のうちに帰らないともっと混雑して大変になるよ。だって旦那には旅行の幹事をするって言ったんだよ。旦那はお前は人をまとめたり計画する力があって偉いってそう言ってくれるんだけど、やっぱりうちの旦那は世界一だよね。いや全く無計画じゃん。幹事には責任があるからちゃんとみんなに話すんだね。ちょっと待ちなさいよ。もうそっちが部屋を予約してるってそういうことでみんなに話したんだからね。ちょっと返事しなさいよ。こら。その後、私たちは幹事が考えてくれた予定通りに観光を楽しみ、温泉が有名なホテルに宿泊し、夜は女だけで宴会。とても楽しい時間を過ごしたんだけど、茜さんたちは仕方なく帰ることに。茜さん、私の連絡先しか知らないからめっちゃ連絡来てたけど、向こうの旅行に参加したママさんたちは残念だったね。てかホテルの予約もしてないって、幹事ってレベルじゃねえぞ。こうして旅行を終えた後は、私に嫌がらせをするようになったんだ。ピンポンダッシュしたり、子供かよ。どうも私たちが旅行に行くのを知って、それで旅行を計画。どうやら幹事の手柄を横取りする気だったみたい。その理由が、旦那さんへのアピールだと知った時には、大きなため息が出てしまったよ。今度は水木さんが旅行を計画して。もちろん私が幹事なんだから。私が計画して幹事が茜さん？何言ってんの。もうとっとと旅行を計画して手柄をよこせブス。どんなに褒めてもらうんだから100人規模でよろしくね。あんたの旦那ならうちで猫と遊んでるよ。え？いや聞いてない？今日バーベキューだって。何言ってるの。ありえないありえないありえないブス。ブスでも何でもいいけどさ、聞いてないの？男友達みんなでバーベキューに行くって、なんであんたがそこにいるのよ。許せない。あんたみたいなブス、うちの旦那に近づくな。うわ、旦那さんめっちゃ怒ってるよ。え？今このやりとり見てもらってる。しばらく帰らないってさ。何言ってるの。どういうことなの。いや、茜さんの旦那さんとうちの旦那、実は共通の友人がいたみたいでさ、その人が声をかけてくれて最近仲良くなったんだよね。私そんなこと知らない。聞いてない。だから嘘。いい年した大人なんだからさ、いちいち交友関係全部知らないといけないわけ？だって旦那は私だけのものなのに。男だけだって言ってたのに、なんでなんでなんで。絶対に許さないから、あんたを許さないから。うん、バーベキューは男性たちだけで行くよ。その前に使うものを我が家に取りに来て、そのまま猫と遊んでたってだけなんだけど。え、そうだったの。いやでもま、旦那さんがめちゃくちゃ怒ってるってことだけちゃんと伝えておくね。それじゃ。待って、全部嘘だったって言ってお願い。私旦那の前ではおとなしい女なの。いやもう遅いでしょ。とっとと旅行を計画して手柄をよこせブスなんて LINE 送ってくるから、こういうことになるんだよ。旦那さん、私に土下座したんだよ。土下座？旦那が？妻が失礼なことを言って申し訳ありませんでしたってさ。いや。旦那さんのことがすごく好きなのかもしれないけど、アピールするために人の手柄を取ろうとするって本当に最低最悪。旦那さん、旅行が好きで結構幹事とかもやるんだってね。だから自分もってこと？うるさいブス！旦那さんまだ隣にいるんだけど。いやー！茜さんの旦那さんはすごく腰が低くて爽やかな人。うちの旦那が言うには誰に対しても優しいんだってさ。茜さんがベタ惚れするのもわかるんだけど、
彼女の本性を知った旦那さんの表情はすごく怖かったかな。すごく冷たい目で、なんだろう、感情がないような感じ。ニコニコしていたのが、すっと表情がなくなったんだよ。ま、そりゃそうか。その後旦那グループはみんなでバーベキューに出発。茜さんは我が家のピンポンを連打してたけど、旦那さんに言うぞって言ったら泣きながら帰っていったっけ。そして数日後、話は大きな方向へ。あんたね、あんたね、あんたね、あんたがうちの旦那を操ったんだ。はあ？操ってはないけど、 LINE のやり取りは全て印刷したよ。で、旦那さんに渡しておいたけど。はあ？ちなみにこれ、私だけじゃないから。え？今までにも何回かあったんだってね。他のママ友グループが旅行したり、お出かけを企画したりして、そこに便乗して手柄を横取りしようとしたこと。まったく理解に苦しむわ。なんかみんなに聞いてみたら被害者多くてびっくりだよ。被害者ってそんな、私は別に何かを盗んだりしたわけじゃない。あのね、幹事っていうのは結構大変なんだよ。みんな意見も違うし、好みも違うから、いいところを探してさ。食事だってアレルギー持ってる人だっているし、気遣いの塊なの。そうやって頑張った旅行の手柄を奪おうとか。別にいいじゃない、そのくらい。はあ、そのくらいって言うなら自分でやれ。できもしないことをそのくらい別にいい。ふざけんなよ、あんたさすがに調子乗りすぎ。何よ。それに旦那さんにも気持ち悪いって言われたでしょ。前々からべったりしつこいから注意してたって聞いたけど。あの人そんなことまで話したの。旦那さんにもべったりだし、私たちにも嫌がらせしてたし、基本粘着質なんだね。というか、ここ最近はずっと怒られてたんでしょ。うるさい、嫌だ。私本当に旦那のことが大好きなの。だからね、ずっとずっと好きでいてもらいたかったの。私の純粋な気持ち分かってくれるでしょ。は？気持ち悪。え？いや、何が純粋な気持ちだよ。人の手柄を横取りして、それで点数アップってか？というか、アピールするところが根本的に違うでしょ。料理や家事頑張るなり、ダイエットするなり、いろいろあると思うんだけど。だって、だって、だって！所詮努力はしないけど、アピールはするってことなんだよね。呆れた。私に連絡してくる暇があったら、旦那さんが帰ってくるように頑張ればいいじゃん。だって、私は家事が苦手なの！苦手だからこそ今頑張るんでしょうが。そんなの嫌。でも離婚はしたくない。絶対に離婚だけは嫌なの。私に言われても困るよ。嫌だ嫌だって言ってると逆にそうなっちゃうかもね。そんなの無理。彼以上の人なんていないんだから。離婚なんて絶対に嫌。ほらほら、そういうこと言ってると離婚になるよ。やめてよ。その後、茜さんは別居中の旦那さんのところに何度も何度も通ったんだけど、それがあまりにもしつこかったもので逆効果だったんだよね。茜さん本人も離婚を恐れるあまりに、離婚離婚離婚ってなんか念仏みたいに唱えちゃってさ。結局好きな人ができたから別れてほしいって旦那さんに言われて、ポキッと心が折れちゃったみたい。あっさり親権を手放し、一度は地元に帰ったんだけど、あの性格だからね、親御さんとトラブルになって今は一人暮らし。毎日泣いてやつれたって話だけど、全然同情できんわ。ちなみに元旦那さんの好きな人とは、猫のみーちゃんだよ。みーちゃんと暮らしてる方が幸せだと気づいたんだってさ。それを説明しようとしたんだけど、好きな人ができたの一言で心が折れちゃったみたい。ちなみにみーちゃんはうちのにゃにゃまると同じで、もともと保護猫だった子だよ。今は元旦那さんとお子さんとみーちゃん3人暮らし。とても幸せそうなんだ。にゃにゃまるのお仲間が幸せになって、にゃにゃまるもよかったね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。